ではレッツゴー、行きまーす。おー、いいやいいや。すごい。オミカメラでございます。セットみたいな。確かに。めっちゃ綺麗。やばい、マジで本当に日本じゃない。日本じゃないよ。めっちゃ綺麗。マジで日本じゃないじゃない。日本じゃない。あ、綺麗だ綺麗だ。魚がいっぱいいる。魚？あ、結構綺麗じゃないですか。水めっちゃ綺麗。意外に。透き通ってますね。うん。ちょっと動画じゃわかんないかな。分かんないけど、これで来ていい。軽井沢の商店街で来てます。いやー、ほんとにこれだ。こっちは飲食店か。そう、おいしい。え、すごっ。ってお、ほんとだ、ほんとすごい。すごいな、昼前橋です。鉢つけてある。やば、このまま鉢をつけてある。え、すごっ、すごっ、怖っ。鉢が蜂蜜に使ってる。今アイスを買いました。ソフトクリーム待ちです。楽しみに。いただきます。ありがとうございます。うまい、甘いわ。あとで蜂蜜の甘みくる。うん、うまっ。商店街はどうでしたか？楽しかったです。なかなか来ないから、こういうところは。え、うわっ、販売しちゃった。せんべい良かったな。では今から営業後にやる、酵素風呂の浴槽のメンテナンスを体験していきたいと思います。うまい、うまい。湿度が上がってる。さっき60何度だったよね、確か。今72。下がったよ。すごい、熱がすごい。どんどん湿度が上がってきております。さっき初めが70、あ、60いくつだったんですけど、もう73。あ、ほんとだ。僕入り口付近だったから分かんなかったけど、めちゃめちゃ熱い。重くないですか？重い。でもなんか、もう綺麗じゃねえだよ。こっち、すごい綺麗。酵素風呂のメンテナンスどうでしたか？いや、これもあっという間でした。めちゃめちゃ熱い。まだ本当5分ぐらいしかやってないんです。酵素の力。酵素風呂入ってないのに酵素風呂入ってるかもしれない。匂いがすごいです、うん、そうです。香りが多分俺たち酵素の匂いずっとすると思う。出したい。あとはビール。この後いい汗かいたから絶対うまいね。じゃあ今から火鍋をするそうです。え、なんか海外のキャンプ台っぽい、なんかアメリカンな感じだね。すごい、すごいの来た。じゃんじゃんじゃん。じゃじゃん。じゃじゃじゃーん。これは何でしょう。ホームタップ。ホームタップらしいです。
2台あるぞ。あ、マジっすか。これですごいあるらしい。生ビールでしたっけ。飲みたいと思います。皆様、今日一日お疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、乾杯。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 うまっ。あ、最高。うまい。うまい。うまいです。乾かに隠してうますぎ。うまい。では、美味しく行きましょう。行きましょう。今日のご飯は、火鍋です。火鍋か。めちゃめちゃ美味しいです。火鍋って辛いかな。中国の味付けだ。これは、うん、中国から輸入してるから。めちゃくちゃ美味しいこれ、うん、じゃあ日本のものじゃ作れないってことだ。作れないじゃない。でこれは食えない。辛味出せないと思う。誰が美味しそうに飲んだかな。結構全員うん、よかった。全員よかった、ありがとうございます。その中でも一番は誰。誰だろう。強いて言うなら一番。あ、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 いいなぁ。いいなぁ、負けたわ。そうよね、やっぱ表現良かったね。私もそう思った。もうちょっとこっちの二人頑張ってほしい。こっちの二人頑張ってほしい。ガチのためだし。いただきます。うん、味うまい。濃厚なタレがとてもうまいですね。火鍋です。やばい。あ、すいません。やばい。あるっす。そうだ、お前が一番苦手やったわ。やばい。マックとか王子よりもめっちゃうまいですよ。ただ超汗かきます。めっちゃうまいです。初めてのなんか現場を体験した時、ね、体験した時の気持ちとか、それに挑むまでの気持ちみたいな、うん、その俺はやっぱ一番最初にした CM の仕事が結構印象的だったんだけど、うん、まあ、結構監督が厳しくて、うん、でその当時15、6歳で高1年生か高校2年生ぐらいの時で、うん、で一人で現場に行ってて、うん、で、まあ、その入った初日に監督から、いやお前全然できてないじゃん、うん、再現なよみたいなことを、オーディションで良かったのにな、そう、うん、結構言われて、うん、まあ、その日に結構落ち込んで、うん、まあ、マネージャーに相談したんだけど、まあやるからには行かないといけないし、うん、っていうのもあって、まあ行って相談したいんかな。そう、一応ね、うん、もう行きたくないってかわいい言ったの。かわいいや。まあなんだかんだ行って、うん、で4日間ぐらい確か撮影あって、うん、で最後の日ぐらいに監督に、うん、お前はあやっぱなんだかんだお前でよかったわ、そう言ってくれて、うん、素敵やね。それでね、ちょっとうるっときたし、うん、ああ頑張らなきゃな、これからって思った。やっぱその、出来上がった作品見て、すごい同じような気持ちになったことある。より一層、一部になりたいな、っていう気持ちは、ずっとそこから芽生えてるかな。やっぱあれですか、そういう時に、やりがいを感じますか？その時感じた。感じるよね。いや、だから俺も初めて球練やった時に、うん、初めての初日の撮影の時に、うん、あの27テイクしたの。たった一言で死んで、たった一言で死んで27テイクして、まあいろいろあったの、そのやり直した理由は、まばたきとか、まあなんかセリフの言い回しとか、なんか手の位置とかさ、全体ってやっぱその難しいんだよ、見せ方が。普通のドラマとかと違うから、なんかヒーローだからやっぱり動きとかもあるし、その動きで顔の見える動線とかさ、手上げた時にこうやって顔にかぶっちゃう、今こうやってかぶってるやん。カメラこうやってやったりしないといけないみたいな。カメラを意識して手を使わないといけない。なんかそういろいろあって、そういうのに27テイクした時にたくさん怒られて、まあ、なんとか進んで、その近い
か次の人がその次の人とかに OK って出たけど、まあ、監督も納得いってないようなカットだった時とかに、まあ、なんかもっと頑張らないとなってすごい思ったし、 そうね、まあ、それこそ正月明ける直前だった。正月明けてからはすごいハードだったけど、なんかすごい自分が変われたらしくて、監督とかカメラマンさんにすごい変わったっていうふうにね言われたから、俺なんかちゃんと成長してるんだって自分で実感できたけど、すごいなんか大変だったんで、なんかすごい迷惑かけたと思うし、やっぱレッドだから中心にいる存在のくせにすごい足引っ張ってる感すごかった、うん、みんなに支えてる支えられてる感がすごかったから、すごいなんかみんなには感謝してるし、みんなのおかげで、ね、強くなるのもあるし、本当にみんなのおかげでここにいるってなるから本当に感謝、感謝って気持ちを大切にしてる。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。